どうも、この動画は山の事故や事件を取り扱う動画だよ。それで？今日はどんな事故や事件を紹介するのかな？そうだね、今日は万里の長城遭難事故を紹介しようかな。万里の長城？中国にある、観光地になっているところだよね。そんなところで遭難するの？万里の長城を観光するときは歩いても行けるし、ロープウェイを使ったりもできて、普通はのんびり気軽に観光を楽しめたりする。でも、残念ながら遭難事故は起きてしまったんだ。今日はそんな事故の話をしていこうと思うぞ。それでは、ゆっくりしていってね。ねえ、マリサ。万里の長城って名前はよく聞くし、とても中国で有名なところなのはわかるわ。でも、それが何なのかは思えばよく知らない。万里の長城って一体何なの？霊夢と同じように、実際に行ったことはなくてもテレビや雑誌で見たことがあるという人は多いんじゃないかな。万里の長城が何かというと、もともと他国からの敵兵の侵入を防ぐ目的で作られた壁だ。もともとは敵が入ってこないように見張ったり、防いだりするための場所だったのね。だから、一定間隔で兵士が寝泊まりできる場所や、登れるような場所も作られていたりしているぞ。その公式的な長さはどうやら約21000km もあるそうだ。これは日本が7個分くらいはすっぽり入ってしまう長さだ。それが今は、観光地として見学できるようになっているんだ。1987年には文化遺産にも登録された。2000年以上の歴史があるところなんだぜ。長いのはなんとなくわかっていたけど、そんなに長いのね。そんなすごいなら、ぜひ実際に見てみたくなっちゃう。それでそれで、一体どんな事故だったの？ことの始まりは2012年11月3日、北京周辺の万里の長城付近でトレッキングを楽しんでいた日本人観光客4人と、中国人観光客1人、中国人の添乗員が遭難。そのうち3人の日本人が低体温症で亡くなってしまったという痛ましい事故だ。どんな事故か軽く聞いただけでも、とても痛ましいわ。それでは、一体何が起こったのか、説明していくぞ。現地時間の3日午前8時に北京市の綿桃港から登山を開始した。そして昼頃に頂上に到着した。予定では14キロを約5時間かけて歩く予定だったが、天候が急変して暴風雪に巻き込まれてしまう。午後1時頃からどんどん天候は悪化し、周囲はあっという間に白くなった。そしてあっという間に身動きが取れなくなってしまった。山の天気は急変するってよく聞くものね。一気に状況が変わってしまったのかしら。その時は3日夜から季節外れの吹雪に見舞われ、4日には警報の中でも2番目に高い警戒レベルの暴風雪警報を発令したくらいだ。この雪は平年より26日も早い、初雪だったんだ。26日も早く？それはあらかじめ予測できなかったの？天気予報とか事前に確認しているものじゃないのかな。それでも出発したということは、スタートするときには予測すらもできなかったのか、予報が大きく外れたのかしら。それについては3日に大雪が降るのは知っていたが、夜から降ると思っていた。まさか昼に急に降り出すとは思わなかったと、後に語っている。観光客の方々も何度も山登りを経験していた人たちだったし、少しくらいは大丈夫と思ってしまったのかもしれない。あとは、多少の雪なら万里の長城を見に行きたがる、という観光客も多いそうだぞ。大雪が降るのは、自分たちが歩いている途中じゃないだろうから、と思っちゃったのね。せっかく日本から旅行してるし、行きたくなっちゃう気持ち、わからなくはないわ。夜になると、雪はさらに強くなった。救助隊が来てくれるかもしれない、と救助を待つ間、一行は寄り添って暖を取っていた。しかし寒さにより日本人男性の衰弱が激しくなり、そのうちに呼吸が停止してしまう。まさか大雪になるとは思っていなかったから、準備も甘かったようだ。うわぁ。ちなみに低体温症というのは、体温が35度くらいから歩行が遅れ、震えが始まる。34度くらいから眠気、歩くにもよろよろし始める。33度くらいから意識が薄れ、32度くらいになると意識が消失してしまう。特に山だと雨風や雪をしのぎにくいということもあり、体温低下が進みやすくもある。とても恐ろしいものだ。急な吹雪が来た時に、そんな都合よく暖かくて雪もしのげるような場所なんて、なかなかないものね。そして夜が明けても救助が来ないことに業を煮やし、中国人の添乗員が意を決し、4日午前8時頃に自力での下山をし、助けを呼びに行ったんだ。
ねえ、マリサ。添乗員さんは何か連絡を取る手段とかはなかったの？無線とか電話とかありそうじゃない？もう連絡してあるの？そう。霊夢が言うようにこの時、添乗員は電話を実は持っていた。じゃあ、早く電話しましょ。だがしかし、本来なら山の中でも使えるように衛星電話を持つべきところなのに、普通の携帯電話を持っており連絡をしようと思った時にはもう携帯が圏外になってしまって連絡が取れない状態となってしまっていたんだ。そんなもうそれじゃ電話を持ってる意味がないじゃないの。自力での下山を試みて、助けを呼びに村に向かう途中、救助隊と遭遇した。救助隊は遭難者の居場所が特定できず、捜索が難航していたようだった。いざ救出に向かおうとするも、遭難した現場に向かう道は積もった雪でスリップし、動けなくなった車やバスが多数乗り捨てられているような状態だった。出動した救急車も身動きできなくなり、男性4人がかりで車体を押して先を急いだほどだった。しかもその遭難場所は地元の人間も滅多に行かない場所と言われるほどの場所だったそうだ。そんな、交通が麻痺してるじゃないの。なんとか救助に向かえても、今度は道路の封鎖、凍結などにより病院に搬送することもままならない状態であった。搬送がままならないために、遭難した場所に近い村の簡易的な衛生室に救助された人たちは運ばれることとなった。しかし残念ながら、結果として日本人3名が命を失うこととなってしまった。後から言うのも遅いけれど、雪が降りそうって時に雪先を変えるとか何かしていたら、この悲惨な事故は起こらなかったんじゃないかしら。ところで霊夢、北海道、トムラウシさんの遭難事故のことは覚えているか？何を急に言うの？前の動画で説明してくれたじゃない、知ってるわ。どうして急に違う話をするの？あっちの事件もツアー中に急な天候の変化で参加者が低体温症になってしまってという事故だったよね。なんだか少し、今回の事故と似ているところもあるのかしら？実は、似ているというだけじゃない共通点があるんだ。なんだと思う？共通点。山で遭難したこと、亡くなった方がいること、旅行会社のツアーでの参加だったこと。もしかして？そう、実は2009年に起きたトムラウシさん遭難事故と、今回の2012年に万里の長城遭難事故は、同じ会社が企画したツアーなんだ。もし、トムラウシさん遭難事故を知らない人がいたら、その動画も以前に上げているから、気になるようならば見てみてくれ。そんなあんなにひどい事故だったのにまた同じようなことを繰り返したの？実は、トムラウシさんの遭難事故の後に、旅行業界ではツアー登山の運行ガイドラインを改定して、そのガイドラインに沿って旅行会社各社でマニュアルを作るよう示していたんだ。そして、また痛ましい事故が起こらないように、初めて企画するツアーでは十分な下見と情報収集を実施するよう求めている。ちゃんとトムラウシでの遭難事故を教訓にして、新しいガイドラインでのマニュアル作成を行うということが行われていたのね。なのにどうしてまたこんな事故になってしまったの？マニュアルも作って、ちゃんと十分な下見や情報収集をもちろん行っていたのよね。それでも防げなかったことなの？そのことなんだがこのツアー自体は一応、過去に登山をしたことがあるかどうかを聞いて、参加を認める、ということはしていたようではあった。しかし前回事故を起こした会社であるにもかかわらず、今回のツアーが初の企画のツアーであったにもかかわらず十分な下見や情報収集などを行っていなかったことが後にわかっている。事故を起こした会社がそんなずさんなことをしているとは思わないわ。普通は他の会社のどこよりも気をつけそうなものなのに。なんならこのツアー、入社1年目の新入社員に企画から任せていたんだぜ。新入社員にどんなに有能だったとしても、そんなのありえないじゃない。そして現地の提携会社に一任し、会社自身で現地の下見は行っていないんだ。社員に現地下見をさせずに再興しているツアーが全体の1割から2割にも達している。一応、このツアーについては登山経験の有無を聞いて、経験がある人だけツアーに参加を許可はしていたらしいけどな。そんなずさんだから、添乗員さんも電話も持っていたけど、普通の携帯電話だけだったりしたのかしら。そもそもその感じだと添乗員さんもどこまで任されていたのかもわからないわね。もうここまで来たら登山経験の有無でどうにかなる問題じゃないの。ツアーに参加している人は安全性などを信用して参加しているはずなのに。ただでさえ、一度すでに遭難事故を起こしているというのに、
何も危機感がないのかってくらいひどいよな。それで、この会社はその後はどうなっているの？まさか今でもツアーを開催していたりという恐ろしいことになっていたりはしないわよね。この旅行会社については、観光庁は同年12月19日付で旅行業登録を取り消す処分を下した。旅行業登録の取り消し処分を受けたことで、同社及び社長と役員は、5年間旅行業の再登録ができなくなっている。じゃあ今もう、その会社はないのね。少し安心したわ。さて、今回の話はこんなところだ。霊夢、どうだった？まさか、トムラウシさんの遭難事件と同じところっていうのはびっくりしたわ。山は怖いね。些細なことが何かあってもこれくらい大丈夫と考えないように気をつけなくちゃ。怖い事故の紹介でだったから山は怖いという気持ちになってしまったかもしれない。けれど、きちんと準備をして、無理せず身の丈に合った山登りは楽しいと思うんだ。そうね。低めの山でも登ったこと自体の達成感や、景色がいいところでお弁当食べたりする、それだけでも十分楽しいものね。それでは、もしこの動画が良かったと思ってもらえたら、高評価やチャンネル登録をよろしく頼むぜ。ご視聴、ありがとうございました。